はい、リョビルへようこそ、どうもリョです。はい、まあ、今日はですね、ちょっとあの以前、こっちのチャンネルにあげましたね、花の作り方っていうことで、まあ、Facebook だったりね、あの Twitter の方にも、画像あげたんだけども、なんかね、作り方教えてくれっていうことで、まあ、そんな感じの動画を今日はね、ゆるくやっていきます。で、一応あの使う道具はこんな感じです。まあ今画面上に出てると思うんだけど、カッターもしくはハサミ、それからグルーガンと、適当なカードとライターと、リボンですね、好きな色をご用意ください。で、これのね、一応これが 2.5 センチってやつで、まあ、4センチ幅かながあればですね、もうちょっと大きいのが作れるので、で、カードはこう縦でね、作れるんだけど、どうしても 2.5 センチ幅で短いので、カード横にして使います。で、これ太いやつだったら、ね、もっと綺麗に大きいのができるんだけど、ほんとこうワンポイントでね、なんかにこうつけるとか、飾るとか、ね、そういったところで、まあ、この動画を参考にしてね、バラ、作っていただければいいかなと、思います。なんか1個作ったらですね、うちに飾りたいっていうことで、ちょっとなかなか大反響ですので、で、一応ですね、こうカードに巻きつけまして、で、こう1枚目わかるかな、一番中に入ってるやつ、これはカードの末端ですね、端っこにぴったり合わせて、で、花びらとしてこの1枚ですねを使うんですが、まあ、大体14枚ぐらいかな、1、2、3、4、5、6、まあ14枚ぐらいが、ちょうどいい枚数かなと思います。14、15だね、14、15枚ぐらいが、ちょうどいい枚数かなと、思います。刃物使うのでね、手だけ気をつけてね、行ってください。まあ、僕自身ね、現場でちょっとカッターでね、指先を落としてきた過去があるので、刃物のね、取り扱いだけは、注意してるつもりです。まあ、怪我はつきものっすよ。ね、仕事したり、車いじったりね、刃物使う時なんか特にね、こうケバケバね、こうバサバサが出たら、そこはね、こうライターで炙って、綺麗に、整えると、見栄えがね、変わってきますので、はい、ということで、13枚だけど、まあいっか、花びら2枚足んないかもしれないけど、まあいいでしょう。で、まあ、使うのがね、この棒、これに巻きつけるんだけど、まあ長く切るか短く切るかは、まあ皆さん次第ということで、まあちょっと長めに切るか。ダイソーでね、2本で、108円で売ってるので、まあこんなの使わなくてもね、割り箸なんかでも全然代用は、可能です。うん、まあ、ただね、こう丸みを帯びてる、木なので、まあ、こっちの方が綺麗かなっていうことで、これを買いました。もう漏れてるよ。ということでですね、まあこれを、今から形を作っていきます。まあ、やり方としてはね、端をまず折ってこう、三角形を作ります。はい、で、三角形を作った後で、これをこう内側に折り込んで、こういう形を作ります。
で、まあ、これのペッペッとねこうライターで炙ると、まあポリなので素材がねポリエステルなので、溶けてくっつくんだけども、炙りすぎるとですねこの綺麗な、リボンの色がですねこう黒くなってしまって汚くなってしまうので、僕はねこうグルーガンを、使って、くっつけてます。こんな感じです。こんな具合ですね。で一応ねこの、折りたたんだ方ですね、折ってる側が、花びらの外側に、来るので、まあ、なるべくねこうグルーガンなんかも、はみ出さないように、注意しながらね、つけてください、まあ、はみ出したやつはこうライターで炙ればね綺麗になるので、ただ炙りすぎるとね、グルーガンが溶けてしまうので、グルーガンでねグルーが溶けてしまうの で、 でちょっとねこう浮いてる時こう弱いなっていう時はこう中にちょっとねピッと入れてあげて、畳むと、はい、これで1枚完成です。まあだいたいね14から15枚、花びらじゃない花1枚使うので、この作業をですね、淡々と、繰り返していくと、いうことです。結構地味だよね。前回の動画でもね、ちらっと話をさせてもらってるんですが、まあ、最近その認知度が、増えてきたカーラッピングですね、一応今のところ僕の本業として、やってる、ものですがね、こう最近認知度が増え、人気度が増え、僕もやりたいと、私もやりたいということで、ご依頼いただいたりですね、貼り方を教えてくださいということで、まあ、個人的にねこう講習会ではないんだけども、まあこうやってくださいとねこう、まあ、僕が貼りながらねここはこうしてこういう風にね、貼った方のが、見栄えが綺麗ですよとかね、そう分割のやり方だったり使う道具だったりっていうのをねこういろいろ教えながらDIY でね、やってもらったりっていうことも最近こう増えてきまして、まあ楽しみながらね、車の色替えっていうのができればいいのかなっていうのがまあねこう僕のまあ理想なので、まあただねそんな中で、まあ、前回の動画でもねちょこっとお話をしたんですが、作業自体はですね結構地味です、ボディに特殊なシートをですねこう淡々と、綺麗にね、貼っていくっていう作業なので、まあ、漠然と見るとですね、まあ、僕なんかもこういろんな車種、車両、国産車から、輸入車それからスーパーカーハイパーカーなんていうところでねいろんな車種と、関わってはいるんですが、こう終わった後のね、ものなんかをこう見てもらうと、うわすげえと、やっぱすげえと、いうことですごいですねって言っていただくんですが、まあ、ただねこう貼っている最中なんかをこう見ていただくとこう意外とね、地味だと、そう特にね僕の場合まあ、出張施工っていうことでこう現場でね現場に出て、お客さんの目の前でねこう車両を施工するというやり方の、手法をとってますので、オーナーさんとこうねくっちゃべりながらやってるので、まあ、楽しくね、過ごしてはいるんですが、なかなかね一人で張ってるとですね、何かを特にしゃべるわけでもなく、
改めてこうやってね動画を、撮ってるからこそこう喋りながら、解説をしながらやってるんですが、あれだね、結構その自分一人で何かをやるのが、好きっていう方には、向いてるかもしれません。ああ溶けちゃった。その一応ホームページの方もねやってますので、そっち最近更新してないんじゃないですかっていうような話が、たまにあるんですが、作業自体はやってますので、初めてね、この、チャンネル、それから、メインチャンネルの方を見られた方でね、何やってる人なのかなってこう気になる方っていると思うんですが、まあ概要欄見ていただければ何やってるかっていうのは、大体全て載ってますので、ただ正直ね、今それ以外にもいくつか別の方で、仕事してますので、はい、まあなんだかんだ喋りながらね、やってると、早いもので残り、3つですね。いや今日ほんと風強えわ。でね、こういうさ、まあ DIY ですよね、自分でこう楽しみながらやるっていうところで、なぜかこうね、最初からこう綺麗に仕上げようと、クオリティ良くして、やってやろうみたいな方が結構多いんだけど、その初めからね何でもこううまくいくっていうことって特になくて、やっぱり積み重ねだよね。そう、何回も何回もやってダメを修正してってですね、まあ、何でもそうっすよね。時間をかければさらにこうね突き詰めた、ところまでいけるっていうことで、まあそんなにね焦らずいきましょうよ、ね、人生100年時代と言われてる今なんですからね。まあただ僕の場合、前回の動画撮影の時が初めて作ったんだけど、はい、ということで、まあこんな感じでですね、まあとりあえず13個、できました。はい、13個できましたので、ちょっとごめん、13個できましたので、はい、まあこれをですね今度はつなげていきます。で、まあ一つ注意点なんですが、ここにグルーガンをつけて、このように、重ねていきます。ビット、はい、でこれを逆さまにするんですが、バーッとつなげていって、一番最後に来たところが、ごめん逆だ、一番最初に貼った方がですね一番外側に来るので、一番これね仕上がりいいやつを選んでもらったのがいいと思います。一番仕上がりのいいやつを選んで、
それをですね一番最初に、持ってくると、はい、ということで、貼っていきましょう。一応初めにも言ったんだけど、これ本当にうるさいな、ピムリンピムリン。初めにも言ったんだけど、一応これ本当に全部、ダイソー製品です。まあ前からね言ってるんですけどね、あんまりねそのダイソーって好きじゃなくて、なんかね安物買いでしょと思ってたんだけど、こういうね工作っていうところを見ると意外となんかバカにできないよね、一応これも手芸なのかな、ちょっとグルーが足んなくなってきたな。まあ、手芸のりょうちゃんなんてねこう言われてた時代もあったので、冗談。はい、ということでこれいいよね、グルーガンってねすぐに固まるので、まあ、ただねこれもすごい高温なので火傷だけ注意してください。本当にね、ちょっとはみ出ちゃったからって手でピッてやるとこう火傷するので、それだけ注意ですね、はい、でこのグルー、これも、ダイソーです。なんか嫁さんがツリーを作るっつって去年買ってきたんだけど、まあ、ほとんど俺が使ってて、20本入りです。これで108円なので、またこれもね買ってきてもらえると、はい、ということで、まあ、ここまで、繋がりました、で繋がったら、この棒に、巻きつけていくんですが、グルーガンこれね全部、一気にバーってやると、最後の方が固まってしまうので、本当にまず最初だけですね、ちょっと多めに、つけます。これぐらいですね、はい、で、この棒に、巻きつけていくと、で巻きつけるときはですねこう下側を、なるべく揃えていただいて、はい、で、ある程度のとこまで来たら、次を入れると、最後にちょこっと入れて、こう蓋をする感じですね、はい、で、形を整えてですね、ここで曲がってるとねちょっとかっこ悪くなってしまうので、危ねえ、で、これが花びら部分ですね、この辺もちょっとこうギュッギュッと上から押してあげて、形を整えると、何分 ?18 分か、まあ黙々とね、黙々とやっちゃダメだ、こう集中して真剣にやるとね、大体10分15分で、1枚出来上がりますので、はい、こんな感じです。綺麗だよね。でこのダイソーリボンですね、これ裏表がなんか使いやすいリボンで、サテンリボンということで、はい、ハンズ屋のリボンですね、2.5 センチの約3メーターということで、これ何種類かあります。リボンナンバー474ということで、まあ、結構種類あるので、まあ、前回使ったやつは紫なんだけど、俺的にちょっと濃い方がいいかな、濃い紫とか濃い赤とか結構濃いめの色が好きなので、まあ、ただ今回ねちょっとこれしかなかったんだということで、これで作ってみてっていうことでうちの嫁さんが買ってきたので、はい、まあそんな感じですね、はい、これで、DIY バラの、完成です。まあ、この辺真ん中ね気になるっていう方は、こ
これグルー入れるとどうなんだろう、ね、いや入れないのがいいな。うん、まあ、あの気になるっていう方はね、もっと巻く位置をね、下にするなど、調整しながら、まあ、気になる方はこうね色染めちゃってもいいと思うんで、はい、こんな感じで終了です。